前回のあらすじ、テストの問題用紙が職員室のゴリゴリーラ先生の引き出しにあることを突き止めたゆとまると大魔神、ついに職員室の鍵を手に入れて捜索を始める。学校が閉まるまで残り26分、ゆとまるは生徒会の目をくぐり抜け、問題用紙を盗むことはできるのか。ドル高情勢はここまでだ。なんか今ちょっとしっかり逃げていくか。じゃあ俺がおとりになろう。オッケー。おとりが生きて今回死んでますけど、どうですか。おとり何してんだよ。もうむちゃくちゃ頑張ってたけどね。ビビビビビ、あそこだよ、そこ、そう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 。あ、え、ここ、あ、開いてる、開いてんじゃん。え、ゴリラやば、ゴリゴリラ先生じゃん。でも結構ゴリゴリーラ先生いるけどね。ゴリゴリーラ3人ぐらいだよ今。4人ぐらいいるよね。あ、サセ、サセ、サセの、あ、やべ、何をしている、ダメだろー、ポン、うわー、早すぎる、早すぎる。じゃあどっちだ、早すぎる、早すぎる、早すぎる、早すぎて使えるからね。早すぎる使える。何こいつ、なんかめっちゃ早いのいるもん、めっちゃ足遅いぞ。なんか死んだ。待て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 、ダメだぞ。ごめんなさい、帰ります。よし。てか大魔神さん、ちゃんとインベントリ見てくれました？なんかあったっけ。しっかり全部見てよ。この列にはないよ。 ASMR やってみたがいっぱいあるね。このメモを見た人は20回。よっしゃ、静かにやります。はい、職員室行くぞ、行くぞ。あいつらもう待ってるかもしんないな。問題用紙はゴリゴリーラ先生の机の引き出しにあり、ゴリゴリーラ先生の隣はサチブコ先生である。引き出しの鍵は職員室のどこかにあるらしい。引き出しの鍵見つけよう。失礼します。失礼します。おー、入れ。はい。お前ら何やってるんだ。あ、どうも、失礼します。ちょ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 、めちゃめちゃ調べるやんけ。あ、吉野崎発見。えい、ぶっかえたんだけど。今無敵ですけど。無敵だ、無敵だ。ゴリゴリ、ゴリ、ここか。ダメ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 、盗まれた。やばいやばい、止めてくれ、止めてくれ、止めてくれ、無敵の人、敵強すぎる。ダメ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 、やめてくれ、こっちから止める。やばいやばいやばい、やめろ。あ、もう一回殺された。仲間割れ、考え直して、ちょっと考え直して、私にも問題用紙ください、お願いします。一緒にやる。お願いします。一緒にしちゃう、お願いします。あ、痛いや。おい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 、お前嘘だ。しゃべらせる様子すらない。それでいいのか、お前らは。一回しかない青春生活、自分の実力で点数を勝ち取りたいと思わないのか。そう思うだろ、ゆとまる。そう思うならこっちに来てくれ。やるじゃないか。お前なら分かってくれると思ったよ。問題用紙を返してくれたんだな。うさぎの書。やめるぞ。じゃあな、じゃあな、じゃあな、じゃあ、どこまで行きました、これ。これなんだっけ。あーあー、イエーイ。くそー、はい、問題用紙だよ。まあ俺学年1位だからいらない。お前なんで来たんだよ。じゃあ遊びに来た人。小ネタいくつかあるので紹介していきます。入り口からご案内していきます。全部絶対見えてないよ。あ、なんか見まーす。うん、びっくりした。うるさい、芸術は爆発、うるせえな。これ何、これ、クラキノコ。早いやついいんだけど。ブーアホみたい。く
ストアートじゃん。スライダーを召喚できるチストですね。うわ、なるほどな。ブーンと遊んでる。ブーンでブーンしないでほしい。ブーン。アナウス、ん？あ、そうですね。アナウンスか。アナウンス。あら。いいとこまで行ってたのに。誰のこれ？0点の勝負テスト。0点取ったことある人。あーはーい。あぼやー。PC 買い替えました。させていこう。そう、そこで報告。めっちゃ素敵なこと喋ってる。トイレじゃん。あ、もう一個ある。なんかある。え、怖っ。怖っ。見てるよって。なんで2回かけたんだ。怖っ、学校怖っ。誰の声？なんで僕が逆に録音したと思ってんの。誰の声って空洞音だから。お、すげえ来た。こんな声、これ。うわ、懐かしい。なんか小学校の時の体育館みたい。成長思い出した。泣きそう。体育館で泣くの。やってみました。ここ、バスケットゴールは見た。バスケットゴール、あと、せいなちゃんの体操服、よし、ゲット。ありがとうございます。あ、何にもゲットゴールに乗ってるんだ。おやすみなさいよ。ちょっと着たいな。着ないで。やめろ。やめろ。やめろ。何枚やるんですか、これ。64枚。なんで64枚も入れたの、せいなちゃん。バスケットゴール、パンパンに入ってくるじゃん。更衣室かと思われたもう片方が佐世美子さんが作ったカフェテリアみたいな。レストランが更衣室にできちゃったみたいなね。あ、なんか更衣室かと思って入ったんだけど、普通に作り込みえぐいよね、これ。レインボー薬あったんだ、ここにも。ゴミ薬。ゴミ薬。マジで使えなかった。あとあるかな、なんか。あぶねえ、見んかったことないでしょ。ダメです。ダメです。ツイッターこう土ブロックって書いてあった。マジで。かわいそう。えぐすぎる。サブでいいですか。土ブロックならいいですよ。わかりました。土ブロックは心が寛大だからな。ちなみに私も今確認のために見ちゃったので土ブロックですね。やめてほしいんだけど、土ブロック多いの。TL に土ブロックいっぱい上がってくると嫌だ。え、なんこれ。なんかあった。あ、これ、え。あった、あった、最悪だ。ちょっとここ見てください、ここ。はい、さすみこさん見たね。土ブロックでポエム言う人になっちゃったよ。あぶねえ。罰ゲームポエムツイート、僕とさすみこさん見ちゃったから。え、マジさん今手に持ってないですか。はぁ、あ、大マジさん、ポエム集団。素敵、本当だ。ここにもある。手作りクッキー、まずそう。まずそう。ちなみに手作りクッキーは食べれるんですよ。特殊な効果が付与されてる。あ、そうなんだ。食べてみよう。毒じゃん。何これ。あげます、あげます。毒物みたいな扱い。僕の手作りシチューっていうのも作ってたんだよ。あ、一緒に飲みますか。一緒に飲みますか。はーい。はーい。ごくごく。また毒じゃねえか、これ。